いますよ。先週はですね、ここの間のエロ線についてご案内、ご説明いたしましたけれども、皆さん、はい、エロ線覚えてますか？覚えてる。はい、みんな見てください、左手を。はい、人差し指と中指の間からの方が強い線が出ているのか、それとも小指と薬指の間の線が濃いか、どっちが濃いかな？人差し指と中指。人差し指側の人差し指。みさとと結衣。そう。みさとと結衣。あのね、どっちも薄くてわかんない。クロちゃんはね、さっき見たとき小指側が強かったです。はい。で、どっちもどっちだね、若干小指よりかな、でこっちがどっちが強いかによって S か N かが分かります。はい、よろしいですか。まず人差し指側が強い人が、はい、S 系が強いです。あれ、すごい。そして小指側が強い人が M 系が強いと、いうことになりまして、リエさんは、まあ、両方いけます。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 な感じです。みさとさんは、むずね、M の方が線はね、綺麗に伸びているんだけど、S の方が線が強いよね。なぁ、意外とね。相手によるんじゃない？相手によります。あー、S っぽいよね、この線で言うとね。ね。ね。私 S でも M でもどっちかっていうとないみたいな感じじゃないか。静か M だ。でも、静か M で。そんなわけで、今週も萌え切り音楽園ありがとうございました。